どうも、アルダンです。本日はヤリスクロスのシートベルトカバーを購入しましたので、取り付けまで紹介したいと思います。こちらはトヨタ純正のもので GR 仕様となっております。私は今回送料込みでだいたい3000円くらいで購入しました。意外と純正部品ですが、お買い得な価格だと思います。表面はスエード調とカーボン調の半々になっていて、シートベルトにマジックテープで巻き付けるだけの簡単な取り付け方法になります。それでは車両の方へ取り付けていきます。取り付けといっても巻き付けるだけの簡単な作業です。こんな感じですね。運転席側もつけていきます。実際に装着してみるとこんな感じになります。大きさとかはちょうどいいですね。この手の製品は大体同じようなものなんで、特にこれだからいいとか悪いとかっていうのはないとは思うんですけれども、クッション性はなかなか良くて肌触りも悪くないと思います。ちょっとシートベルトを外した時に巻き取りがスムーズにいかない時もあるんですけれども、慣れればパッドを少しずらしながら巻き取らしてスムーズに外すことができると思います。お値段もそこそこ安くて質感も良く、ちょっとしたインテリアの小物としておすすめできるアイテムだと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。